皆さんこんにちは、ケンです。今日は私の車を紹介したいと思います。車を1台増やしまして、今までレヴォーグ STI スポーツっていうものを乗っていたんですけども、この度ね、自転車を最も運べると言われている車をご購入しました。目の前にあるのはトヨタのハイエースになります。で、ハイエースっていうのは、20種類以上パターンがありまして、例えばワイドサイズ、横幅が広かったり、ハイルーフタイプ、高さがあったりとか、いろんな組み合わせ、いろんなグレードがあるんですけど、こちらはデラックス GL パッケージ、ディーゼル 4WD になります。標準のサイズの中でも、一番荷物を運べる車で、かつ走りについては全ハイエースの中でトップレベルの走行性能を誇ってます。ディーゼルなので当然パワーもありますし、軽油を入れるので維持費が安くなりました。 4WD、雪道だったりとか、あとは自然の中を走りたいっていうのがありましたので、そこは 4WD にしました。で、ハイエースはディーゼルだけじゃなくてガソリン仕様もあるんですけども、ガソリン仕様の方が約60万円ぐらい安く買えます。グレードはデラックスの GL パッケージっていうところで、外観は上位グレードとほぼほぼ同じになってくるんですけども、内装が結構チープな部分があって、いわゆる物を積むために樹脂のパネルだったりとかがないんですよ。もう鉄板むき出しっていうような状態になっております。で、これはあえてなんですけども、 DIY でキャンピングカーにしたい、自転車をトランポするための車ですので、たくさん自転車も積めるようにしたいっていう思いがあって、デラックスグレードにしました。こちらのハイエースなんですけど、実は中古で買ってます。走行距離は2万キロで、ハイエースの5型っていうものになりまして、5型っていうのは最新のディーゼルのエンジンを積んでるものになってくるので、5型以上が必須でした。で、寝落ちが全然してなくて、2万キロでその5型のハイエースディーゼル 4WD だと、買った金額っていうのが310万円になります。その310万円の状態から、今2ヶ月経ったんですけど、2ヶ月かけて、DIY、カスタムをしてきたので、そちらを今回紹介したいなと思います。意外とインスタのストーリーで、ハイエースのカスタム状況というのは随時アップしていったんですけど、結構好評で、視聴者さんからよく直接会った時に、あれハイエース面白いですと、言われたので、今回動画を撮ってみました。外装については、一つ目が、ライトですね。ハロゲンライトから LED にしました。すごく分かりづらいと思うんですけど、めちゃくちゃ明るいです。夜の道をめちゃくちゃ明るく照らしてくれます。ホイールキャップを塗装しました。もともとシルバーのホイールキャップがついてたんですけども、素人なんでね、あれなんですけど、マットブラック塗装にしました。外観はシルバーと黒で統一してます。細かい話するとエンブレムとか、ランプを LED にして明るくしてます。内装をご紹介したいと思います。まずね、ここにゴミ箱があって、ハイエース専用のやつですね。普通に売ってます。で、これですね、肘置き、こういう風に肘を置いたりとか、あとここにスマホとか小物を入れれるように、カスタムしてます。ここ結構、ここも触りましたね。ハイエースのディーゼルはすごい音がうるさくて、電話とか音楽が、高速道路になるとほぼほぼ聞こえないです。ですので、ここ今画像貼っときますけど、このパネルを外して純正のスピーカーぶっ壊して、ぶっ取ってスピーカーをいいやつに変えました。これによって運転中の電話の、受け答えもできるようになりましたし、音楽もすごくいい感じに聞こえております。ペダルアルミ製にしました。フロアマットは最初からついた感じですね。で、次こんな感じで、これはコストコで買った、腰痛くならなくなりますね。で、これが特注品なんですけど、オリジナルで製作してます。ここが結構模様入ってて、でクールモデル、いわゆる熱がこもらないタイプの
ものにしてます。ハイエースここにエンジンがあるので、熱がすごいやっぱり夏場とか上がってくるんですよ。まあ冬で、冬はいいんですけどね、めちゃくちゃ暑いん でこのカバーでそれは改善してますし、でちょっと今画像を貼っときますけど、この中身、ここはプロに燃えにくいエンジンルーム用の断熱、あとは防振もしてもらってます。ここはい取り付けました。これもハイエースの専用のパーツですね。これもハイエース専用品、ハイエース専用品って結構いっぱい売ってるんですけど、ブリンク置き場とこれゴミ箱なんですね。横からこうやって出したりしてするんですけど、これをつけてます。ナビは最新ですね。前なんですけど3人乗りになってます。ここに1人、ここに2人、シートベルトあります。ちゃんと3人乗れるハイエースです。で、これは、デラックスグレードしか、こういうのがないです。スーパー GL 以降だと、センターコンソールがあって、前が3人乗れないですね。普通2人ですからね。まあ、やっぱり商用車の、タイプを買ったので、こういう風に前が乗れて、前に3人乗れます。その時はこれをね、どかすって感じです。で、普段は、まあ、このままにしてもいいんですけど、ここを押し、ちょっと待ってね。こういう風に、センターコンソールができます。シート倒せますね。で、こうすると簡易的なテーブルにもなったりとか、そういう風にもできます。はい。二人乗りの時はこれがメジャーですかね。一応ここにもドリンク入れが結構いっぱいあります。リア行きましょうか。いらっしゃいませ。サイドステップ、本来鉄板がむき出しなんですけど、芝生、人工芝生をまあ形に合わせて、まあ、ざっくり切って、今はこれの仕様にしてます。ここはいずれ、まあ、木とかでまた何かステップ作りたいですね。で、床なんですけど、床も結構デコボコしてるんです、ハイエース。こういう風な鉄板で、鉄板むき出しでこうなみなみしてたんですよ。ですのでこういう板に、傷がつきにくい塗装をしまして、これ業者に作ってもらいました。このハイエース用に作ってもらったやつなんですけども、このハイエース用に作ってもらったやつを自分でさらにこういう風に加工してます。これによって、まあフラットな床にもなりましたし、振動とかでのカタカタ音とか、あとは、まあ荷物乗せた時にね、斜めにならなかったりするようになりました。これも最初にカスタムしたやつですね。で、次がシート。シートね、変えたんですよ。これは、約、まあ、10万円以下でヤフオクで入手した、まあ、ハイエースの上位グレードの、スーパーワイドの、はい、あ、やつかな。3人乗りの、シートに変えました。まあ、高級シートですね。最初はまあこういうペラペラのやつついてて、まあそれで乗ってこうかなと思ったんですけど、やっぱり後ろ乗り心地が非常に悪いっていうことで、まあせっかくシートカバーも作ってもらったんですけど、これに変えました。で、ここについては、まあ知識がないと変えれない部分ではあるので、業者に頼んだ方がいいです。もともと自動車の開発に、まあトヨタの自動車の開発とかに少しだけ携わってたんで、なんとなく何のボルト使ってるとか分かってますので、まああとはその知識を活かしつつ、変えました。結構大変でした。これ重たいんでね。で、まあそのこの薄いシートとは違ってリクライニングができたりとかね、そういうのもできます。で、これも自作ですね。DIY で作ったテーブルになります。で、これもシルバー塗装。これもともとエレクターパイプなんですけど、まあ金属感出るような塗装をしてまして、まあ、ちょっとアンティーク調に仕上がっております。このティッシュカバーも自作ですね。で、これも塗装して作ったエンジンルームカバーです。ここにエンジンルームがあって、で、業者に頼んで断熱しても、それでもやっぱり熱いので、それを少しでも改善したいっていうところで、この木の板で、まあ、ガードを作って。まあ、これがないとね、もともとこういう、商用車って感じの生地とかが出ちゃうので、それも隠したいなっていうので、こういうふうに木の
板で作りました。まあ正確に、測定して作ったので、これ横で支えてるだけです。なんで全然動かないです。で、まあ両面テープとかで留めてるわけじゃないので、まあエンジンルームをね、触るときはこれすぐにパコって外すことができます。なんでもう、1ミリもずれなくカットして作ったので、大丈夫です。で、しっかりここに収まるようにしてます。で、まあここ、乗るとき怪我しないようにプニプニつけてます。で、これも、社外品の、まあ、汚れてもすぐ水洗いできるようなやつですね。けど、まあ、ここにエレクターパイプが刺さってて、まあ、こういうふうに位置調整できるやつなんですけど、これを外して、今、裏面こういうふうに加工してます。ここに、こうやってつければこういう風に畳むことができます。畳んでも全然後ろ広いです。相当広いです。で、まあここ次、木が傷つかないようにゴムの板をこう貼ってるって感じですね。で、次奥に見えるこの緑の部分、このパネルですね。これは、私、パネル外して塗装しました。まあ、なんていうんですかね。ミントグリーンみたいな色ですね。自作のカーテンですね。まあ、仕組みは簡単で、強力マグネット、つけて、この引っ掛ける部分に、つっかえ棒。つっかえ棒にはゴムを巻きつけて、さらに結束バンドでしっかり固定してます。なので、めちゃくちゃ頑丈な作りです。セカンドシートへの入る入り口の高さと一緒に、つらい位置にしてますので、まあ、ほぼほぼ邪魔にならない。まあ、背の高い人が入りにくいとこはないです。前の席のフロントシートの間に、こういうふうに収納してるんですけど、これを、こうやって出せば、こういうふうにすれば、遮光カーテンになります。で、この下には、まあ、ちょっとした収納、これ3COINSだったかな、お店。で、買った、袋の中に、例えば食事用の用品ですね。とか、そういうのを、スペースをね、無駄にしないように工夫しております。あとは小物で扇風機だったりとか、あれはライトですね。リモコンで操作できるんですけど、明るさとかも含め。こういう風に、今手動でやってますけど、リモコンでも操作できます。で、これマグネットで、どこでも、ここでもつくし、ここでもついたりとかします。これはもうハイエースのデラックスならではですね。どこでも鉄板剥き出しなんで、こういう風に作ります。続きましてトランクルームの紹介です。まず上。このパネル。ブルーに塗りました。こういう風にバックドア開けた時に天井にパネルが来るので、そこはスカイブルーにしております。で、ここハンガーとかライトとか、吊るせるように、人はぶら下がれませんけど、こういう風にしてます。で、ハイエースはもともとこういう風に純正で、こっちからドアを開けたり閉めたりもできます。横のパネルはクリーム色に塗装しました。まあ、車中泊する場所でもありますし、まあ、ここは明るめの色にしてます。奥行きがセカンドシートまで1メーター90ぐらいあります。で、セカンドシートを倒すと辛い位置になりまして、いくつだったかな、ちょっと曖昧なこと言えんな。2メーター80だったかな。奥行き2メーター80ぐらいまであった。運転席まであったような気がします。なので、めちゃくちゃ荷物詰めます。今まで乗ったレヴォーグとはもう桁違いです。はい。今までレヴォーグがセカンドシート倒して、やっと自転車1台こういう風に横に直せるんですけど、今これでも、セカンドシート、まあ、のところがめちゃくちゃ広いですからね。はい。こういう風にね、マグネット活用できるのはね、ハイエースのデラックスグレードならではですね。まあ、職人さんとかが使うものをカスタムしてますので、はい。まあ、下、今は、このベッドキット、MGR さんっていうところに、特注で作ってもらって、私、
IS デラックスなんだけども、シートを、まあ、上位グレードの、いいやつに変えてますと、ですので、あのベッドキットのサイズが変わってくるんで、その一番 奥のベッドシートの部分だけを、4分割されてるんですけど、一番奥の部分だけを、まあ、スーパー GL 用のシートに合うように、つらい位置になるように設計したものを作ってもらいました。でクッション入りとか買う人多いと思うんですけど、私こういう風にあの肝の部分やつですね。理由は車中泊メインっていうよりは、例えばで将来ね、私ね自転車をたくさん積んでなんかやりたいなと思ってるんですけど、その時に、まあ、自転車たくさん積めるようにパンチカーペットにしてます。ヨラキモにしてることによって、例えば今こういう風にあのマジックテープとかついてると、こういう風にしっかりと固定されるっていう感じですね。まあ一人の時はこういう風に寝かした方がやっぱ楽なんでね、こうやってして準備します。よいしょ。175センチあるんですけども、大人はどうだろうな、大人3人、大人3人、セカンドシートを倒さず大人3人寝れます。でセカンドシートを利用すれば大人4人で、自転車を積んでなければこの下、このベッドキット高さが5段階調整できて、約50センチまで上がるんですけど、まあ狭いとこ大丈夫だよっていう人がいれば3、4、5、6、まあ6人は横になって寝れるかなっていう、さすがハイエースだなって感じです。でまあ、その間自転車は例えば外出したりとか、あとは天井にキャリアつけて、やるっていうのも今ちょっと頭の中にあるんですけど、ちょっとまあそこはまだ考え中です。で常備してるものといえばポータブル電源とか、あとこういう風な冷蔵庫、冷蔵冷凍庫とかも常に入れてあります。はい、はい、ということで、新しい自転車を運ぶ自動車、ご紹介でした。はい、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。